ミラマックス、ミラマックス、ミラマックスフィルムズは、アメリカ合衆国の映画会社、親会社のウォルトディズニーカンパニーにより、2010年1月末日で、閉鎖。2010年12月にフィルムヤードホールディングス、フィルムヤードホールディングスに売却され、映画制作を継続している。1979年に、ハーベーボブ・ワインスタイン、ハーベー ボブ・ワインスタイン兄弟によってニューヨークで設立された。彼らの両親の名前、マックスとミリアムから会社名をミラマックスと名付けたと言われる。この会社は本来メジャースタジオでは配給できないと考えられるインディペンデント映画を配給するために作られた。特に1990年代、クエンティン・タランティーノをはじめとした。 アメリカの新しい傾向の映画作家たちの作品や、イルポスティーノをはじめとする、世界各国の修作のアメリカでの配で一躍その名を高め、90年代半ばのアメリカにおける、インディペンデント映画ブーム、外国映画ブームの震源地となった。その配給作は相次いで、アカデミー賞など多くの映画賞を獲得した。1993年にはディズニーに7000万ドルで売却された。 しかし、次第に小さな映画の制作、配給から、小狙いがあからさまな作品や歴史対作を頻繁に手掛けるようになるなど社風は変化してきた。アカデミー賞に対しても、委員に対する政治的影響力の行使が行われたとの批判もある。2000年代に入りたのインディペンデント映画制作、配給会社の台頭もありミラマックスの特色は失われてきた。 ドグマのように宗教を扱った映画や、歌詞911などのように、政治色の強い映画の配給中止をディズニーから求められたことなどもあり、ワインスタイン兄弟は2005年9月30日に別会社、ワインスタインカンパニーを作り、ディメンションフィルムズなど子会社も引き抜いて退社した。10代映画会社には、ミラマックスに代わって、ワインスタインカンパニーが入ったとされる。 2009年10月には人員や制作本数の大幅削減が行われ、配給や管理部門も親会社に統合され、2010年初頭には本社をそれまでのニューヨークからカリフォルニア州バーバンクに移転させた。2010年1月にはウォルトディズニーカンパニーと経営統合され、ニューヨークやロサンゼルスの独自のオフィスも閉鎖された。この後ディズニーでは ミラマックスの売却が話題に上るようになった。ミラマックスの映画ライブラリーなどの資産を求めて、グーグルなどが関心を示したが、2010年7月、親会社のウォルト・ディズニー社は、建設業界の重人で、投資会社チューターペリニを経営している、ロン・チューターと、他数社、コロニー・キャピタル、カタール投資庁などの投資家グループに約7億ドル、ディズニー購入時の 約10倍で売却することに合意したと報じられ、そのグループの中には俳優のロブローも参加していると伝えれた。2010年12月3日にディズニーはこれら投資家が結成したグループであるフィルムヤードホールディングス、フィルムヤードホールディングスへミラマックスを6億6300万ドルで売却すことを決定した。これには過去の700本余りの映画、書籍類、制作中の映画や ミラマックスという社名も含まれている。2010年12月には、ミラマックスは、ワインスタイン兄弟のワインスタインカンパニーと組んで、ミラマックスの過去の作品の続編制作を行ったり、新たなテレビシリーズの共同制作をしたりするなどの、提携事業を行うこととなった。他の映画、ビデオ配給業者と組んだ旧作のソフト化や、ネット事業者と組んだ旧作のネットでの配信度、 人気作を多数用するライブラリーを生かすことを重点にした経営が行われている。ミラマックスは自社製作映画に対して、また配給権を獲得した海外の映画に対して、アメリカ人観客が受け入れやすくなるよう大幅に編集、改変することが多いため、ワインスタイン兄弟はフィルムに容赦なくハサミを入れる、シサーハンズとも揶揄されていた。これを免れた数少ない例は、 宮崎春のもののけ姫、劇場版、ポケットモンスターシリーズ、第4作第7作などであるもののけ姫についても2時間以内への短縮やアメリカ人向けの整理を求める意見はあったが、最終的にはオリジナルを尊重することとなった。またミラマックスは世界配給権を手に入れることが多いため、ミラマックスを通じて世界へ売られているヨーロッパや中南米、 アジアの映画を制作国以外の国、例えば日本で見る場合、本国のオリジナルに比べ大きくカットされていることは多い。例、ジュゼッペ・トルナ・トーレのマレーナは、ミラマックスによるカット版がイタリアを除く各国で劇場公開され、その後のカット、無修正版を収録した DVD が販売されている。日本においては、シャル・ウィーガンス スオ正マサユキ監督の全米における配給を担当したことで、その存在を知られるようになったが、その公開に至るメラマックス各部門、編集、翻訳、予告編などとの圧力の点末や全米プロモーションの道中については、著書、シャルウィーダンスアメリカを行くに詳しい。紛糾の末、スオの納得のいかない予告編が作成され、 2時間半近い内容を2時間以内にカットしたバージョンが作られた。このバージョンがアメリカのみならずヨーロッパなどでも公開れることになったが、ミラマックスの営業の尽力により全世界での大ヒットに至っている。吹き替えや字幕などの翻訳でもアメリカ人に受け入れられ、安くするための改変が多いと言われる。例えば、Once Upon a Time In, China アイアンモンキーは、 幕付きのオリジナル音声で公開はされたものの、字幕ではアメリカ人に馴染みのない身長末期の政治的背景が翻訳されず、編集でもアクションシーン以外の部分が大きく短縮され、映画音楽も差し替えられたために、高飛行のテーマが流れないという事態になった。このか多くのアジア映画の配給権を購入したものの、劇場でも DVD でも公開せず、その代わりに、 広報の輸入 DVD 販売を阻むなど、映画マニアを怒らせたこともある。例えば、少林サッカーの配給権を獲得しながら、劇場公開しないまま長期間にわたり死亡し、その間に無残な予告編を公開した。結局、最終的な劇場公開までの間に、ファイルの違法ダウンロードと海外版 DVD の輸入が大量に行われていた。ミラマックスホームエンターテイメントは、 バイニクル、マスクオブライト、ザムービー、バイニクルにメトロヌイの伝説という DVD、ビデオ映画をリリースしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。